三国史平和は、儀、暮れ、食漢の三国の争いについてまとまった形の白和文学としては、最古の書物で、平和。各ページの上に絵が描かれ、下に文章が書かれている。現代に刊行された、前奏平和五種に、新刊前奏平和、三国史の代で収められている。上、中、下三巻小説、三国志演義のもとになった古事を多く含んでいるが、 両者の違いもまた大きい。内容は、芝中将のメイドでの裁判で始まり、流縁による勘の最高と進むの滅亡で終わっている。三国志演儀に比べて、民間伝承を色濃く残しており、演技と比べれば、高等無形な話を含む、通俗的な作品となっている。ただしこの、平和には、勘の架空の息子赤作のエピソードが挿入されて、おらず、 その元となった民間伝承、いわゆる花石作伝が平和より後に成立し、演技に取り込まれたものと研究者は推測している。前奏平和五種は中国では失われ、日本の国立公文書館にのみ所蔵する。他に、天理図書館に資源新刊前奏三分自略という本が所蔵されているが、これは三国史平和の蘇生乱像による産物である。 この平和には、プロローグ、上官、中官、下官、エピローグと分けられる。五官の光、武帝の時の書生であった、芝中将が、天帝の命により、メ度で裁判を行うことになった。その事件は、全官諸島以来350年もの間、決心しなかったものであり、その原告は、官庁の建国の更新でありながら、暴略で殺害された官心、法越、 AF の三人で、被告は彼らを暴虐で殺した、菅の高速と劉法とその妻の旅合である。中将は、トールの証言を持ち合わせて、回答乱魔を立つごとく立ちまち蹴りをつけた。天帝は、芝中将の判決をもとに、関心を早々に、法悦を劉備に、AF を孫権に転承させ、さらに加害者の劉法、旅合を検定と、副皇后にして、早々に迫られた検定は、 副皇后を殺させるという形で前世の罪滅ぼしをさせる。また、冤罪であることを証言した、トールを諸葛亮にさせる。さらに、裁判を取り仕切った、柴中将を芝居に転称させる勅命を下し、三国を統一する、精神の始祖の武帝とした。くして平和の幕が開ける。元礼元年、霊帝が即位した。 自身で政治をすることがまだ叶わぬ12歳の霊帝の周りを宦官,官が取り巻いた。特に十常寺と呼ばれる十人の宦官,官が、帝の後ろ盾を良いことに、己の出世欲のために賄賂を強要し、逆らう者には容赦なく、刑を断行したので、政治は腐敗しきっていた。ある日、朝廷のすべての金属が鳴り響くという怪事が起こった。どうやら、朝廷だけでなく、落葉を、 いいや天下で起こっているらしいという報告を受けた。霊帝は最小の候補高氏を呼んで通ったところ、候補高氏は山が崩れる前兆であるといい、果たして大山のふもとが崩れ、洞窟が発見されたという内容の相乗文が届いた。霊帝はすぐさま洞窟の調査を命じた。話は変わり、大山のふもとに孫学級という男が住んでいた。原因不明の病気にかかっており、 家族から気味悪がられたので、学級は自殺しようと決意して大山へ向かうと、人一人くらいが入れる大きさの穴の中へ、倒れ込むように身を投げた。しかし、学級は、毛が一つ追わず洞窟の中に着地した。ふと上を見上げると、深い穴であったようで、光が全く見えなかった。洞窟はずっと奥まで続いていた。学級は、これは己はまだ死ぬ時ではないのだと悟り。 洞窟の奥へ進んだ。しばらく進むと一つの箱が置いてあった。恐る恐る開けてみると、古ぼけた一巻の書が入っていた。それは、どんな難病も治す遺書であった。水に呪文を唱えて、清水とし、それを飲むという治療法である。学級はこれで、自分の病も治ると大喜びで、洞窟の中にある小さな池の水を救い、呪文を唱えて一気に飲み干した。 すると、たちまち元気になった。学級は、大喜びで洞窟を出ようと元の場所へ戻ったところ、上から、縄がスルスルと降りてきた。縄に捕まり穴から脱出すると、妻をはじめ悲嘆にくれた家族の顔があった。学級はそれまでの事情を説明すると、親子は抱き合って喜んだ。その後、孫学級の病が治ったという噂は、近隣の村へ広まり、 難病を抱えた病人たちが学級のもとへ治療を求めにやってきたが、すべての人が立ちどころに治った。こうして、孫学級は人々からあがめられ、家には謝礼の金品が山のように積まれ、弟子を志願する者が後を絶たなかった。孫学級はこの医術の奥義を太平道と称し、毎日人々の病を治してその名を天下に知らしめたのであった。 弟子の中に聴覚という男がいた。学問熱心で親高校者であると評判の高青年である。ある日、聴覚は孫学級へ申し出た。学級は行った。聴覚はありがたくその衣装を受け取り、故郷へ帰って行った。帰郷の途中、死の教え通りに病に苦しむ人々を無償で治して歩いた。その噂は広まり、帰郷してからも人々を治療し続けた。 蝶角は金品こそ要求しなかったが、直したものを自分の弟子とした。こうして、蝶角の弟子は全国にでき、十万人以上に達した。蝶角は自ら体験領師と称し、太平道の競争として天下になおと驚かせた。中平元年、太平道の信者が五冠王朝に対して拒兵、世に言う黄金の乱が勃発した。黄金軍十万はその勢いで、 要州を攻め取り、戦利品で軍備を整えては、次第に周りの県や村も支中に収め、従わぬ者はことごとく惨殺して、勢力を拡大、隠して天下の三分の二を占領した。人々からは残忍な手口と黄色のシンボルにより、黄金族と呼ばれた。黄金族の兵は三十六万に達し、中国全土が騒乱状態に陥ったとき、 漢の慶帝の子孫である劉備が、関羽、張飛の二人と桃園の誓いを結び、美宝、漢、乗り孫漢らと、黄金討伐の義勇軍を結成した。彼らは援軍に駆けつけた菅軍の候補高志らと共に、黄金討伐に乗り出し、張角と二人の弟張り表、蝶宝らを打ち破って、乱を鎮圧した。抜群の功績を挙げた劉備であったが、十上次の一人。 男刑が賄賂を求めてきた際、正義の怒りを爆発させた長飛が男刑を殴打したために恨みを買い、なかなか論功交渉に預かれなかった。たまたま皇帝のおじである国衆との当初の目に止まったことから、ようやく帝州や鈴木の城の感触にありついた。同時に、太閤山に山賊の鎮圧も命じられ、認知に赴いた劉備であったが、帝州大衆のもとは、 劉備が不妊が遅れたことを理由に侮辱し、聖罪に処そうとした。それを聞いて激怒した張飛が、夜、蛇暴をもって大使邸に押し入り、大使をはじめ一族老党二十数人を皆殺しに、するという事件を起こした。この件について、朝廷ではすぐさま協議が行われ、特有のサイレンを邸州へ向かわせた。サイレンは劉備が十常人より恨みを買っていることを理由に、 劉備を逮捕しようとした。この理不尽な裁きを聞いて、またもや激怒した張飛と関羽が、サイレンを捕らえ、裸にし、柱に縛り付け、100回も鞭を打った。特有が息絶えると、張飛は死体を6つに切断して晒した。かくして、劉備主従は、認知から逃亡し、対抗山に入り、山賊の仲間に入った。霊帝は、劉備の山賊入りを聞き驚いた。 そこで、当初の劉備を山賊にさせる要因を作った十条寺を処刑し、劉備に恩赦を与えるべきという意見に従い、十条寺を信頼していた己を反省するとともに、すぐさま十条寺の処刑を命じ、その首を持って太閤山へ向かった。くして劉備は、官王朝に基準した。劉備が基準したことを聞いた霊帝は大喜びして、劉備と会見し、 これまでの比例を謝罪するとともに、劉備を特集、平原県の進むに任命した。認知先に赴任した劉備は、関羽長平の補佐を受けつつ平原県の治安を向上し、平穏な一時を過ごした。189年、霊帝は崩御し、検帝が即位した。曹操は劉備三兄弟を手元に置いて交流した。曹操が検帝のもとに、 劉備を連れて散大したとき、劉備は、検定の親戚であることが判明する。孫夫人を使っての劉備暗殺計画も失敗したが、依然として、慶州における、劉備、弘明と周遊の水面下における争いは続いていた。弘明の死後、脅威は、木の部を切った。北伐軍は、生徒に無事帰還し、ご主流前は弘明を、忠武公と、送り出した。 儀では曹操が政治を牛耳っていたため、ばしは曹操を倒して、義王を廃し、後期高校を帝に立てた。帝角はばしを倒そうとしたが、ばしは、上鶴に帝を殺させ、朝帝を立てた。朝帝は、ばしに禅上した。進むはとも草に、職官を攻撃させた。官三角は降伏し、竜神は自殺した。進むの武帝はまた、王深氏に、 クレを攻撃させ、クレミカドの孫厚は降伏した。カンミカドの外孫であるリュウエンは北方へ逃れ、平洋でカンを再興した。シでは武帝が崩御したが、次の決定は安愚であり、国内で乱が起きた。次の懐ミカドの時にリュウエンは、洛陽に攻め入り、懐ミカドを倒して、リュウゼンの仇を取った。長安でビンミカドが、新ミカドに立ったが、カンはリュウヨウに攻撃させた。 竜陽は、貧味角を捕虜にし、進むは滅亡した。ありがとうございます。